参考会はデジタルと作業代行で労務負担を減らします。全国対応可能で関東圏のお客様が増加中。詳しくは概要欄からご覧ください。こんにちは、社会保険労務士の竹久です。今回はですね、キテラというソフトについてです。数年前に比べてですね、非常に便利になりましたよっていう話をしたいなと思っています。キテラはですね、このチャンネルでも以前取り上げたと思うんですけれども、結構年数は経ってきたとはいえですね、比較的新しいソフトですので、数年前から比べると機能がすごく拡充されています。よってですね、数年前にちょっと試したけど導入見送ったよみたいな方がいらっしゃいましたら、今回ですね、最近ついたような新しい機能をお教えしますので、もう一回検討してみるといいんじゃないかなと思います。まずですね、便利な機能一つ目なんですけれども、電子申請ができるっていうところですね。これは結構前の段階からついてたのでご存知の方も多いかもしれないんですけれども、就業規則の電子申請っていうとですね、まあ eGov を経由してっていうところがあると思うんですが、 eGov ってなかなか使いにくいんでですね、億劫になってですね、結局もう電子じゃなくて郵送した方が早いみたいになっちゃうこともあるんじゃないかなと思います。ただキテラの場合はですね、最初の初期設定ではですね、 eGov の入ったりとかしなきゃいけないんですけれども、それが終わってしまえばですね、基本的にはキテラの中だけで申請、そして決定通知の確認っていうところはできるようになっています。これはやはり非常に便利ですね。 eGov 使わなくていい、郵送しなくていいっていうのはかなり便利なので、正直ですね、私たちみたいな社労士事務所からすると、就業規則を届け出るっていう数って一般の会社さんよりは当然多いので、これだけでもですね、弊社としては導入してもよかったなと思ってます。その次にですね、労使協定の機能ですね。具体的には今のところサブ6協定と1年単位の変形労働時間制、この2つがですね、作成編集ができるだけじゃなくて、就業規則と同じように電子申請までできるようになります。さらにですね、ほんと最近ついた機能なんですけれども、1年変形のための年間カレンダー、これを作る機能までつきました。よってですね、サブ6協定とかって結構毎年毎年しなきゃいけないので面倒なところあると思うんですけれども、キテラを使ってればですね、届け出までできるっていうところがあるのがすごい便利なんじゃないかなと思います。次がですね、これはまだちょっとベータ版みたいな感じで表記されてるんですけれども、法改正レビューっていうものですね。これどういうものかというと、最近の法改正がですね、リストになって出てまして、こういうのちゃんと規定の中に入ってますかみたいなチェックリストになるようになってます。その規定の中にこの法改正に関連するものがあるかないかっていうのを AI が読み取ってくれるっていうことなんですけども、正直この制度はまだもうちょっとかなとは思ってます。ただですね、最近の法改正って、まあ、細かいものを含めると結構忘れがちなので、ちゃんと今作ってる規定の中でこれが反映できたっていうチェックリストがあるっていうのはすごいいいことかなと思いました。あとはですね、規定をまたいでの条文紐付けもできるようになりましたね。同じ規定の中では、例えば1条、2条、3条、4条ってあって、3条と4条の間に1個条をつけると、条文がその後ずれるじゃないですか。そうするとですね、その下のところで第4条に定めるみたいな条文が入ってると、この条文の第4条のところも変えなきゃいけないですよね。これが自動的に変わるように条文の紐付け連動みたいなのが昔から機能としてはあったんですけれども、ただ同一規定内だけでしかできなかったんですね、紐付けが。これがですね、規定をまたいで、例えば給与規定の中で就業規則第何条によるみたいなのを書いてた時に、就業規則本則の方を改定したら給与規定のそこの条文のところも勝手に変わるっていうことですね。これもやっぱりですね、数としてはそうないかもしれないですけれども、結構そういう条文って多かったりしますので、非常に便利じゃないかなと思います。このようにですね、単純に就業規則をちょっと便利に作る機能だけだよと思ってた方からしたら、いろいろ拡充されてってると思うんじゃないかなと思いますので、とはいえ、じゃあ就業規則って普通の会社でそんな頻繁に買えないからお金払うほどでもないなっていう場合はですね、このキテラを導入してる社労士事務所ですと、社労士事務所が契約してるプランにもよるんですが、お客様を招待して指定したフォルダみたいなところの中だけ触れるような権限をもらうことができます。
きますので、そういう社労士事務所と顧問契約も検討してもいいんじゃないかなと思います。もちろん弊社もですね、そういう権限、顧問契約いただいた会社様にはお渡ししてますので、ぜひご検討いただければと思います。それでは今後も人事労務について分かりやすく解説していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。